ゴルフに役立つ体幹づくり総合編。はい、今回は最終回ということなので、ストレッチとトレーニングの要素を両方持った、ちょっと上級者向け、さらに回線まで入れちゃうようなトレーニングをご紹介したいと思います。はい、そこまでできれば多分ゴルフにかなり生きてくると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあまず股関節のストレッチをかけていきます。左足を大きく斜め前に開いていただいて、はい、で最初膝ついちゃいましょうか。もうちょっと足前かな。はい、で体をまっすぐ入ってくる感じですね。何回もやりました。体幹をしっかり揃えていきます。骨盤の力、はい、でそれができましたら右の膝を上げていきましょう。胸を張るような感じ、はい、肩を下げてきて、こういう感じですね。はい、バッチリです。で、右の足の付け根を伸ばしていきます。少しこうバウンディングさせていきます。はい、バウンディングさせながら右の足の付け根を伸ばしていきます。膝は落ちない。はい、それができたら今度左右振っていきましょうか。はい、体幹を崩さない、なるべく体幹崩さないように、今ここだけで振っちゃってるんで、全体で、そういうことですね。はいはいはい。でも股関節の付け根は下にどんどん落ちていくような感じですね。はい、OK です。最後、上級者向け、肩しっかり引き下げたら左手を離していって、回旋させていきます。そうですね。はい、こんな感じですね。で、回すところは前と一緒、水落ちのところを回していくような感じ。その時足はしっかりついていって、股関節しっかり伸ばしていく。で、回線もう少し。で、顔も少し手の方につけていってみましょうか。はい、バッチリです。はい、戻しましょう。はい、お疲れ様でした。はい。はい、まずは股関節のストレッチ、ゆっくりかけていってください。で、余裕ができた方から、こうバウンディングをするように、まあ、10回ぐらいバウンディングしてみてください。その後、まあ、左右にこうバウンディングする。でもその時に必ず体幹を意識して、まっすぐの状態を意識してやってみましょう。で、最後はその体幹を意識して、股関節のストレッチも感じながら、回旋を入れていく。そうするとかなり複合的につながってくるので、スムーズにできると思います。ぜひチャレンジしてみてください。今回のトレーニングは、今までのトレーニングすべてを盛り込んでいるので、これができたら本当に皆さんもインナーマッスルマッチョになりまっする。はい、10回お疲れ様でした。そうですね、ストレッチ、ゴルフのためのストレッチと体幹トレーニング、いかがでしたか？どうですか？そうですね、普段あんまり意識してやらないトレーニングだったので、それはやって劇的に自分が変わる気がします。すごいと思うんですね。どうですか、どうですか？いや、今まで腹筋を使って立ったりとかすることが全然なかったんで、ちょっと自分の姿勢の悪さを改めて感じましたね。素晴らしいコメントでしたね。よかったです。2人にちょっといいきっかけができたということで、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。